さあやハローどうもこんばんは、アニメリアク職人ことマジャルゲンハマーです。現在2024年の3月16日土曜23時1分ですね。はい、アベマ TV にて指先と連連11話見ていきたいと思います。先に軽く自己紹介、自分の本業は大道芸人でありパフォーマーです。ナイトスクープに依頼者で4回、月曜から夜更かし目覚ましで生放送、世界丸見えテレビ特捜部などテレビ、30本以上出演、2022年には深田恭子さんと CM 共演まで果たしましたけれども、現在もコロナの影響で仕事が全く戻らず、ほぼ無収入状態の中でアニメリアクターやってます。リアクター的には多分投稿本数日本一、間違いなく日本一が再生数の低さとチャンネル登録者数の伸びなさ、これにずっと苦しんでますけども、一日も休まず動画投稿を続けてます。ぜひ応援お願いします。それではいきます。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからないタイムで広告があります。申し訳ないですが、それを我慢しつつ同情したいとか、もしくは普通に視聴いただいた後にリアクションだけ確認ということでお願いします。ではいきましょう。3、2、1、スタート。今日宿にデートしてんのね。凛ちゃんたちでも付き合ってるの。いいね、ユキのこの髪型いいね。ユキが欲しい、あ、そうですね、雪が欲しいやったな。あ、メロンパン。ハンサム。いや、前回の王子の世界めっちゃ良かったね。大丈夫か、ちょっと確認、チェックチェックチェック。 OK、 映してね。もうね、大志と磯美がとにかく仲良くなってほしいね。あれ、今回のサブタイトル何だっけな。約束。かわいい。あ、小麦のパンか。言語、いよいよバイト目線、俺のまどかちゃんのおばさんが、あお。磯美さんも緊張することありますか。お、生きててよかったです。よりもいの8話みたいなもんやな。うん、
ドイツ語で緊張するときに励ますとき怖いの。へえ。日本語でどう読むんですか。イヒドリュッケディアディダウメン。王子いいか、王子。王子おらへんか。いいね。お、まどかちゃん。あ、ちゃうわ。いつおめか。あ、しんか。どう伝えるのかね、ほんで。あの CD や。芯も報われてほしいね。あ、山や。あ、雪と今がすれ違う。あれ今の今じゃないかな。グランボルディがあれを出すな。渡中明。まどかちゃんやな。まどかちゃんやね、これは。まどかちゃんはムードメーカーです。やっぱユキは今季ナンバーワンヒロインですな。バイト決まりました。わーい。お好み焼きのソース買ってきて。おーしそうやな、いいひんかな。ん？あ、ああ、マスクしてるし分からへんやん。あ、おーしや、おーし。そうか、だからコロナ禍の時ってねえ、
めでとう。ああ。いつの間俺に言えよ。おお、それくらい大嫌いなんだよあいつのことが。もう好きって言うてるみたいなもんやで、これ。ほんまにユキのためだよな、シバが。いや、アメフト部に誘うなよ。どっか桜入んの？考え中。泉にも言われてたもんな、自分に素直になれ言うてね。
あいまや。これバス乗り遅れたんちゃう？あ、バス乗り遅れたわけじゃないのね。渡中亜希さんやね。沢城みゆきさんかな。まずスマホ代を払って旅行代を貯めたいです。もうついてるから。さあ、どないして伝えるんかな。ストレートに行ったな。あのね、もうでも付き合うことはないと。うえ。起きてます。ちょっと待って。はい、外、いや、家の外来てんの。びっくりしてんな。どうしているんですか。いいよ、もう帰る。え、帰る、なんで。
追いかけるやろな。おう、パジャマ姿のママ。あ、おお。ああ、補聴器ついてないのね。約束。わかった。あ、白石涼子さん。何やったったかな。白石涼子さんは確か1982年生まれとかだな。白石涼子、そうやね、82年の9月7日か。何やってたっけな。最近で言うたら何やってたかな。渡中亜希。あ、休日のまるまるさんの響き。響きって誰や。響き、響き、あ、次回予告や。私はそれか、もうこれ最終回ね、次回。はい、OK、こちらもおすすめ、ダンジョン飯。OK、そうかそうか、我々も響き大丈夫かな、その出てこへんけど、うん、はい、まあいうことでね、ちょっとまあ、凛と京也に関してはまだちょっとわからん状況なんやね。どっちかというと、まあその京也がね、あれいつだっけ、あの川行った時だから、2個前かな、9話あったっけあれでね、なんかそういうの全部めんどくさいけども、そのね、最初から付き合ってどうのこうのめんどくさいけどもとか、凛ちゃんでやったらそういうことは思わないんだみたいなこと言ってたから、まあ今日やから告白というのは大いにありえるんかなって思うけどね。まあそんな中ね、その逸臣さんから告られた時どんな感じやったみたいなのね、雪が欲しいっていうのをね思い出して、あの雪ああいうところでこうね、すぐ赤くなるのが超可愛いですね。で、まあ、そっからもう、あの、なんだっけ、バイトの面接が決まって、
なんかドイツ語のなんちゃらかんちゃらでこうね手つかむあれ、いやまあ絵やなんか見られててもっていうね、あれもめっちゃよかったね。でそしてまあ面接で渡中亜希さんね、グランブルーね、グランブルーグランブルーかなっていうカフェでまあ面接、あれすれ違ったエマかと思ったら違ったね、エマに見えたけど違ったな、なんか意味深やったなと思ってね、関係ないんかなあれ、うん、でまあまあ当然バイトはね決まったっていうことで、であの亜希さんに関しては、まどかちゃんのおばさんよね、まあその、今まで見たことなかったよね、まどかちゃんの友達を。でまあまあすぐ合格決まって非常に良かった。まあ一方、シンから、いつおみに電話したっけな。で、いつおみに電話したよね。であの CD 見つめながらね、あの CD を見つめながら、まだ伝えてないねみたいなことをちょっと相談したっけな。ほんで、まあ雪は雪でバイトが決まり、その前かスーパーのシーンは、お母ちゃんから連絡があってお好み焼きソース買ってきてやったかな。でそのいつものお姉さんのとこ行こう思ったけど、そうね、2番目のお客様どうぞ、あれはタイミング的にはまあえらいタイミングでね、しかもマスクしてるという。でまあ王子がね入ってきてくれてよかったけど、もうマスクは大変だなって。だからこれあのあれよね、コロナ禍でみんなマスクせなあかん時ってろう者の人は大変やったんやね。そんなこと気にもせんかったけど、だからどうやって乗り越えはったんかな。まあまあさ、まあ置いといて、でまあ王子は王子でもういつものこと嫌いやねんということでね、俺の前で何て言ったっけ、その話するのなんか手話を止めたんよね。で初めて手話止められてしまったって言ったけれども、思えばまあ大志くんが、大学入って周りに誰も知らん、知ってる人がいなくて、まあ、ふやいた時にまあ大志がおったからまあ助かったみたいな。で大志は大志で電車が急停車した時に、ユキとのどんぐらい離れたかな分からへんけど、この時に手話で何か伝えれたらと思って本格的に手話を始めたというね、まあ、もうとにかくユキのためにユキファーストで手話を始めたというね、もうだからずっと好きやったということや、これは。まあでも前回見たらあれやね、もうほんま出会った時からもうずっと気にはなってたっていう感じよね。じゃないとお姉ちゃん、みおさんね、みおさんの机にあった、なんか簡単な手話かなんとかっていうね、本に興味持って、わざわざ勉強もせえへんやろうし。うん、この王子のちょっとね、なんか思いというのは、なんか違う形でね、ちょっと報われてほしいけどね。あいつに流されたら俺に言えよって。ね。もうそういうシーン1個ぐらいは見てみたい。ただ次回最終回ね、これそれ13はあんのかどっちなのかな、まあまあまあそれはええとして、でまあユキはユキでバイトね、頑張って、あのまどかさんのね、あのアキさんいいね。でバイト、とにかくバイト代貯めて海外旅行行くことしかまあ目に見えてなかった、考えてなかったけども、まああんまり切り詰めんなよと、金も時間もと、まあ、いやいつおみはもう言うことが全部ハンサムや。でまあ別にその辺でタダでも遊べるんやぞっていうね。確かにね、これね、自分2019年の2月に経験してますけども、中京テレビにね、オードリーさんぜひ会ってほしい人がいるんですだからなっていう番組の面接行った時にね、その後どうしようかなと思ったら、せっかく名古屋行けたし、そのまま岐阜のね、時志っていうところの、まあ自分が一番いまだに一番好きなプロレスラーのね、橋本真也選手ね、2005年に亡くなりましたけども、の墓参り行こうと思ったんで、今日一日なんか名古屋で金使わんと、ちょっと観光しようかなと思ってね、無料で行ける観光みたいなの調べて、結構時間もあったんで、だからそういった意味ではもういつも見てきには別にユキとね、もう一緒に入れればどこでもええねんみたいな、そういう感覚でしょう。でユキはユキでちょっと前しか見えてなかったから、それに気づかされたってことで、まあ最後のね、約束っていう、サブタイトルは、2人でどっか行こうぜっていう約束よね、これは。いやー、で次回予告よかったな、なんかめちゃめちゃ桜満開のとこか知らんけど、ね、私たちの世界って、まあ明らかに最終回っぽい。まあいよいよですわ。このアニメに関してはね、今期トップ5に入ると思うんで、すごくいいアニメですね。はい、あとはエマとシンのあの続きはどうなのね。言うて終わったけど、エマがね、果たしてシンはエマとくっつけるのか。ここはくっついてほしいね、くっついてほしい。だからエマがちょっとそのシンの本間の気持ちというものをね、知って、
ちょっとこう心動いたらいいなと思います。はい、以上指先と連連11話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。ここから1分ちょいで自己紹介します。興味のある方はここで切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子ども向けのパフォーマーをやってます。普段やればできる諦めない伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子ども会などでパフォーマンスをしてますが、現在コロナの影響で約4年1ヶ月仕事が全くない状態、貯金と節約生活だけでなんとか生き延びてます。そんな自分の本業も知ってぜひ応援をしていただきたいんで、説明文にある URL クリックしていただいて、できれば本業のチャンネル登録応援もお願いします。そして深田恭子さんと出たこの CM の URL も載ってますんで、ぜひ見てください。はい、アニメのリアクション、それとはもろもろスタートした今日で1451日目、長いですね。ただこのチャンネルもっと長い、2009年の4月25日からパフォーマーのチャンネルとしてスタートしましたが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、いつの間にやらこのチャンネルでアニメのリアクションをスタートしてしまってからの約1年5ヶ月分、推定2000本以上、2021年の8月18日までのリアクション動画が自ら出て削除されています。そんな地獄を乗り越えたものの、今もずっと地獄で、冒頭にも言ったように再生するチャンネル登録数ほんまに伸びず、ずっとしんどい、やめたい言ってますけども、それでもやればできる諦めのやつ伝えたいと思って、もう気合と根性だけでコロナにかかろうがインフルかかろうが一日も休むことなく動画投稿を続けてます。ぜひとも応援よろしくお願いします。以上、アニメリアク職人ことマジ大時にハマーでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。